ヒロさん、いつぐらいから森保さんが怪しいと思いましたか？怪しい？本当にちょっとした怪しさで言ったら、最初左サイドが中入ってるのにサイドバック上がらない選手を置いてるっていうところですけど、でもがっつり、あ、これ本当にやばいなって思ったのはアジアカップの決勝ですね。で、あ、やばいなと思ったアジアカップの決勝で、それが確信に変わったのは、同じ現象が起きてるのに対応しなかったその後の親善試合だったかな。前からのプレスはめられてる、自分らは前からのプレスはまってないって時、アジアカップと一緒だったんだけど、一緒だったけど、そこを修正しなかったんですね。だからいい人ってさ、いい人っていうか、その有能な人って、状況が良くても、こっからどう悪くなるなっていう、だから成功は失敗のもとっていう、失敗は成功のもとってよく言われるけど、逆も考えられる人で、ただ勝ってるだけだなとか、あ、これただ負けてるだけだなっていう、直すべきとこ間違えないし、直さないべきところも間違えないっていう、それが何もできてなかったから、あ、これやばいなっていう。